はい、皆さんこんにちは。学習塾ネスト福ちゃんのイカです。前回の動画はですね、天体についてでしたが、今回の動画からは、水溶液とイオンというところの、話をしていきたいと思います。で、初めにですが、水溶液にすると電流が流れる物質について勉強していきたいと思います。で、実験なんですけど、電源装置を用意して、電流計を用意して、電極を用意して、そして、ビーカーを用意して、放電中のこのプロペラですね、用意するわけです。で、この電極につける、電極の先のこの液体ですが、この液体が蒸留水であったり、2.5% 塩酸であったりするわけですね。で、この時々において電源装置スイッチ入れて、実際電流が流れてプロペラが回るか回らないかっていうような実験をしていきます。ですか。はい。で、電流流れるか流れないかを左に書いておきました。蒸留水流れません。2.5% 塩酸流れます。2.5% 水酸化ナトリウム水液流れます。2.5% 砂糖水流れません。エタノールと蒸留水混ぜ合わせたものも流れません。2.5% 塩化銅水溶液は流れます。というふうになります。水溶液といっても、電流が流れるもの、流れないものがあるわけです。で、電流が流れたもの。水に溶けると電流が流れるようなそういった物質、例えば塩酸というのは塩化水素が溶けているわけですけど、そういう塩化水素であったりとか水酸化ナトリウムであったりとか塩化銅というようなものは電解質と言われます。水に溶けると電流が流れるものを電解質と言います。逆に砂糖とかエタノールというようなものは水に溶けても電流が流れません。そういったものを非電解質と言います。で、結構試験ですね、高校受験の高校入試の問題なんかでも、水が流れるものをこのあいうえの5つから選びなさいみたいな問題を目にすることがよくあります。で、ちょっとこれは実験のテクニックなんですけど、この電解質というか水が流れるというか電流が流れる水溶液ですね。電流が流れる水溶液っていうのは基本的に多いです。で、電流が流れない水溶液を3つ覚えてください。水溶液は2つですね。で、3つなんですけど、精製水、蒸留水とエタノールと砂糖水、この3つは電流が流れないものだというふうに、しっかり暗記しておいてください。逆にこれ以外に出てくるものは電流が流れると思っておいて構いません。なので、覚えるなら電流が流れない精製水、蒸留水、エタノール、砂糖水っていうふうに覚えておいてください、ね。もちろん勉強していく中でどんどん知識を深めていく中で、あ、これは電流流れないんだとか、これは電流流れるんだっていうようなことはあると思うんですけど、中学校の範囲ではとりあえずこの3つは電流流れないっていうふうに覚えておいて、あとは流れるんじゃないかなというふうに思っておいてください。次回のこの動画から実際にこの電流が流れた時の電極の様子についてを、詳しく見ていこうかなと思います。はい、以上で動画終わります。ありがとうございました。